さあ榎本選手からいよいよ戦スタートします。榎本選手は過去ベストこっちが8秒台マークしています。8秒988これが過去ベストです。それではお手すきの方マーシャルお願いします。あれごめん、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは榎本。プラクティス終了です。あ、ペアリングされちゃってるってことね。あ、はい、うん、で一回ちょっと電源切っとく。え、電源切れんじゃない。多分そちらのフロントコントロールこっちの方が動いてる。榎本君過去8秒98ベストを残っています。それではスタートします。レースを開始します。榎本スタート。さあ1分間ベスト2ラップ合計で順位を決めます。予備予選9秒9人から入ってきました。徐々にタイムを上げてきます。さあ秒3人4徐々にタイムを上げてくる。9秒6、もう一周できます。ここまで9秒1、9秒3。9秒5、これがラスファイナルラップです。最後回転レース終了です。マシンを回収してください。18秒45です。さあ2人目、諸橋選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはモロチュー。はい、 OK です。準備ができた。プラクティス終了です。はい、行きます。レースを開始します。モロチュースタート。75。榎本選手のタイムを破るには9秒22です。9秒45、これではまだ足りない。さあ4周目9秒5。意外とタイムが伸び悩んでいます。2人目諸橋選手、この周9秒42、まだ足りません。もう1周できます。9秒3、9秒4とつないできている。9秒3を並べてきました。これはファイナルラップ、まだ2番手です。マシンを回収してください。209。もう一回ね、これがあったら得でした。さあ3人目が今度は小泉選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは小泉に。
アライクペアリングした？オッケーオッケー。はい、ポンダ OK です。さあ、トップタイム破りは9秒22が2回必要となっています。ポンダ OK です。プラクティス終了です。準備ができたらスタートします。OK、 それではスタートします。レースを開始します。助走をつけて小泉にスタート。小泉選手はスタート。3人目です。さあ、もう一回これが出るとトップに立ちます。2周目8秒824、これ自己ベストです。9秒05、トップタイム更新です。17秒88、合計タイム。出走前に ICS、うん、よかった。9秒0、もう一周できます。もう一周できます。ここまで8秒89秒0と来ている。9秒1、これがファイナルラップです。もう一回8秒台入れてくるのか。最後帰ってきます。レース終了です。マシンを回収してください。自己ベストでトップに立ちました。おい、じゃあちょっと一回ちょっと待ってね、小松さん。新井君が ICS を入れたいって言うんで、はい、どうですか、初めて今から使う基盤なんだ。あ、はい、チャレンジャーだね。あ、でもある程度はマシなパフォーマンスができると思います。ワイドならナロはちょっといろいろ初めてだったんで、うん、OK、かな。あ、はい。あ、なんからしいですね。起動パンチなんてことになってる。あー、でも最高回転数ローだからいいかな。ここはいじんなくていいかな。これで予選だから一回こうやって様子見たら、まあ、はい、そうですね。まあ、ちょっとこれで様子見ですね。あ、やべ、それでは小松選手コースオープンします。本題一応念のため通しておいてください。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは小松ワイド。はい、 OK です。小松選手も過去8秒台をマークしたことがあります。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べて、はい、それではスタートします。レースを開始します。小松ワイドスタート。さあ、トップ小泉選手のタイムを破るには8秒94、これが2回必要です。9秒12、2番手です。さあ、ここから先は8秒台が必要です。9秒フラットを並べてきました。2番手、9秒023、すごい、9秒02を並べてきています。ただまだ2番手、8秒90。さあ、もう1回これが欲しい。まだ2番手です。もう1周できます。
秒2、これがファイナルラップ2番手です。最後帰ってくるが、レース終了です。マシンを回収してください。さあ村田選手最後ね、さあ、 あの新井君最後でいきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは村田に。さあこのクラスのコースレコードは前回栗島選手がマークした8秒473となっています。ハイポンダ OK、 プラクティス終了です。 OK、 それではマーシュル OK ね、はい、きます。レースを開始します。村田にスタート。3番手です。小泉、小松、村田と続いている。8秒8、一気にトップに立ちました村田選手。4周目8秒7を並べてきた。トップタイム更新。8秒778、トップタイム再び更新。もう1周できます。さあ自分のレコードまで見えてくる。ファイナルラップです。レース終了です。マシンを回収してください。夏選手が17秒445、トップに立ちました。さあ後回しになっていた新井君、基盤を交換していきます。それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは新井。はい、飛んだ OK です。ゆっくりゆっくりですよ。プラクティス終了です。いいの？いい？はい、それではスタートします。レースを開始します。新井スタート。さあ最終ドライバー新井選手、18秒台。2周目17秒64。一周できるか、ギリのとこです。レース終了です。マシンを回収してください。新井君12秒2 12秒0です。さあこれで予備選終了です。組み合わせ作ります。予選、榎本、諸橋、新井、ここから行きます。15分スタートします。新井君もうちょっと待った方がいい？新井君ちょっと時間が必要。
じゃあ20分目標でいきます。予選1組目は榎本諸橋新井です。もちろんですよ。パンツとして使ってたとか出してありがとうございます。いただきます。あ、じゃあどうせだとこれあれで商品にしようか、はいはいね、キーバート、うん、外したのか。
Thank you.
間もなく時間となります。はい、それではコースオープンしときます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは榎本、諸中、新井。さあ、このクラスコースレコーダー村田選手が持っています。21周4秒です。榎本くんは過去19周6秒。諸橋選手が19周0秒。新井くんが18周5秒、過去ベストです。はい、それではコースオープンしておきます。はい、モラー選手 OK。 榎本くん OK です。15.07。さあ、新井君、一応ポンダーお願いします。はい、全車 OK です。それでは並べます。プラクティス終了です。前から、榎本、諸橋、新井の順です。はい、それではスタートします。3分間です。レースを開始します。さあ、シルバーのカラーリング、諸橋選手がまず先頭に立ちます。トップスタートの榎本君が見つけた模様。新井選手が2番手か。今度新井選手がミス。榎本、新井続いています。さあ、諸橋選手が9秒33、このヒートのベストタイム。さあ、トップ諸橋選手は20周ペースです。2番手榎本16周ペース、新井も16周ペース。榎本くんベスト9秒5。さあ、新井くん来ます。はい、ありがとう。トップを生かしてくれました。トップは7周目に入っている。ステスト9秒19。1分経過。榎本くん今18周5秒ペースまで上げてきました。新井くん9秒70ベスト。諸橋選手9秒23ベスト。さあ、諸橋選手は20周ギリのところで戦っています。前回までのベスト19周0秒、今回も0秒と表示されています。折り返しです。トップが11周目、諸橋選手が入ってきました。さあ、榎本君はトップまで6秒8、ちょっと離された。新井君ベスト9秒540、これは自己ベスト更新です。さあ、残り時間が間もなく1分になる。諸橋選手が依然として19周0秒ペース。さあ、諸橋ここでベスト9秒21、ゴール予想も20周、残り50秋。さあ、榎本くんトップが近づいてきています。トップは現在15周目、残り45秒。さあ、新井くんも17周0秒ペースまで来ました。榎本2番手が9秒178、ファーストスト。
さあ残り30秒、諸橋選手は自己ベストペースを守りつつ、現在17周目、残り3周です。さあ新井君も18周ペース持ってきた。榎本選手は現在17周目、もう1周という予想です。残り15秒、さあシルバートップが帰ってくる。19周目、もう1周あるという予想。残り5秒、さあトップが帰ってきます。残り3分、19周0秒0、榎本18周1秒でゴール。レース終了です。マシンを回収してください。榎本、新井の順です。新井君18周8秒なんで、自己ベストまであと3秒。19周0秒0だから、モラ選手は自己ベスト0秒0。さあ予選2組目いきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田に小泉に小松ワイド。さあ小松選手、小泉選手ポンタ OK です。小泉選手は過去20周3秒、小松選手が20周0秒、そして村田選手が21周4秒。はい、村田選手 OK。10.12、プラクティス終了です。それじゃあマーシャルお願いします。一番前から村田、小泉、小松行きます。はい、ありがとうございます。それでは行きます。予選2組目、3分間レースを開始します。小泉選手が見せた。小松選手の前に出ます。村田、小松、小泉選手の順。さあ村田選手がファーストテストです。8秒74、小松選手が8秒8、小泉選手も同じく8秒8。小松選手が8秒80ベスト更新です。トップ争いは 1.2 秒。さあレースは5周目に入って選手が入っています。さあトップ村田選手を先頭に、小松選手が 1.3 秒、小泉選手が 1.5 秒差。さあこのトップがファーストテスト8秒73マークです。さあコースレコードが見えるペースか、トップの村田選手。さあ3台の差が 1.6 秒間隔になっています。9周目に入った。トップ2台、村田、小松は21周予想です。村田選手はもうちょいペースアップでコースレコードを狙えるかというところ。11周目に入ってきました。折り返しです。トップ争いは 1.8 秒、小泉選手も同じく 1.8 秒差で3番手。1分50秒経過。前者が自己ベストペース、いや失礼、村田選手以外は自己ベストペースです。村田選手はトップだが、コースレコードはちょっと届かないのか。残り間もなく50秒。さあトップ2台は依然として21周予想です。小泉選手が20周2秒から3秒予想。
さあ1台小泉選手です。さあこうなると諸橋選手が3番手の可能性も出てくるのか。いやまだ大丈夫か。小泉選手まだ残してるか。20周回ってくるか。ギリです。残り30秒。諸橋選手は19周0秒0で先ほどゴールしている。さあ村瀬選手が19周目20に入ります。もう1周あります。この選手一方2番手小松選手はギリです。20周0秒ペースか。残り5秒。ここで3分。小松ワインのゴール。選手20周1秒村田にゴール。選手21周6秒。小泉選手20周レース終了です。マシンを回収してください。終了です。1回目トップ村津選手、2番手小松、3番手小泉、4番手諸橋、榎本、新井。予選1回目の結果です。組み替えなしですね。はい、予選2回目10分起きます。40分スタートします。
気流タイヤどう？みたいな。そう。
俺それを持ってあのタイロットのあれちょっと削ったんだけどダメだった。あった GL あった。4.20、4.19 だと思ってますよ。あれ、4.20、4.1 なの。
はい、それでは予選スタートします。2回目ですね。諸橋榎本新井くんのヒートです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは諸中榎本新井。さあ、諸橋選手は先ほど20周目前0秒0、19周0秒0、榎本18周1秒、新井くんが18周9秒でゴールしています。それではコースオープンしています。はい、新井くん OK。 榎本くん OK。 9.91、はい、停車 OK です。プラクティス終了です。はい、人が入ってます。人が入ってますよ、気をつけてね。はい、それでは並べます。諸橋榎本新井の順です。ん、これ予選2回目。あ、でも一応これ組み替えされていることになった、組み替えというかね、1回目の結果順。諸橋榎本新井の順です。はい、それではスタートします。レースを開始します。新井選手が前に出たか。新井選手が2番手浮上。さあ、新井選手は予選1回目とはから見違えるような走り。さあ、現在前者が19周予想です。榎本君はファーストテスト前の周9秒54。さあ、今度諸橋選手が9秒40、これがファーストテストになる。2番手新井が2秒1、3番手榎本2秒9。さあ、諸橋選手9秒18、20周ペースです。新井君も19周ペース。榎本選手が9秒38ベストです。さあ、新井君ベスト9秒634。
榎本が9秒24、榎本選手が新井選手に近づいてくる、2秒2、1分経過、さあ前者まだ同一周回、7周目です、あートップが転倒、ナイスマーシャル、順位は変わってない、さあ一気に3台の差が縮まってきます。サモロア選手は今のね前の周は6秒ぐらいのスター、前者が19周予想に変わっています。現在9周目、さあ新井選手をかわして榎本選手が2番手に来る、トップまでは2秒8、新井君 1.1 秒、折り返しです。さあまだ前者同一周回、さあ諸橋榎本のトップ争いは2秒9です。さあ新井君もおっとミスしてしまった、さあ後ろからトップです。さあ残り時間まもなく50秒、諸橋榎本は19周の争いです。現在14周目、残り45秒、さあ新井選手先ほどのミスが13秒台でした。それでも18周は回ってくるという予想、一方2番手榎本はちょっとペース落ちたのか、18周0秒予想、残り30秒、さあトップが17周目、新井君ここでベスト9秒500、榎本ファーストスト9秒18、残り15秒、さあ村選手が18周目、榎本選手も18周目、もう1周この2人あるか、榎本ギリかな、残り5秒、さあ新井君今回も18周乗っけてきました、榎本ゴール3分、榎本18周1秒、諸橋ゴール19周4秒、レース中盤です、マシンを回収してください。ゴールです。さあタイムアップしたのは榎本選手と新井選手です。ただ順位は変わってない模様。さあすでにトップ3は決めた3台による予選最終ヒートです。プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは村田に、小松ワイド、小泉に。さあ村田選手は先ほど1人だけ21周回ってきました。21周6秒、小松選手が20周1秒、小泉選手20周11秒です。小泉選手 OK、 村田選手 OK、 はい全車 OK です。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。1番目が村津選手、2番手小松選手、最後尾から小泉選手がいきます。はい、それではスタートします。最終ヒートです。レースを開始します。選手が見せた、村田小泉小松です。一番早かったのは村田選手、1人8秒台8秒78が出ている。さあ今度は小泉選手が転倒、小松選手が2番手、トップまで 1.5 秒、村田選手が8秒76ファーストテストです。小松選手は8秒95、
さあ小松選手が8秒79、トップ争いは 1.7 秒です。小泉選手は出遅れた4秒2。さあトップ2は予選1回目の自身のタイムを超えるペース。小泉選手はここでベスト8秒96、4.3 秒差。小松選手が8秒77、トップまで 1.5 秒。小泉選手8秒78、さあ前者が8秒7のベストでレースを行っています。1分経過。さあ村田小松、この2名は予選1回目を超えるタイム。さあ村田選手はここでベスト8秒754。小松選手が 1.9 秒後ろ。小泉選手若干差を詰めてきているが、まだ4秒1の差があります。折り返しです。前者がまだ同一周回、トップが12周目、小松12周目、トップ争い2秒。小泉選手も20周ペースまで上げてきている。2番手小松選手は20周0秒ペースです。さあ小泉選手も1回目の自身のタイム超えるペースまで来ています。3人が前者1回目のタイムを超えるペース。残り1分。さあこの村田選手が8秒722、今日の1番時計をマーク。さあ小松選手2番手は20周0秒近辺で戦っている。21が見えるのか。残り40秒。さあ小松選手はね、今日先ほどながらでもこの0秒というのがキーポイントになっているようです。まだ前者同一周回30秒。さあトップが帰ってくる。19周目です。この選手は21、確実に回ってきそう。小松選手はまだ20周0秒ペース。残り間もなく10秒。小松選手が20周目に入った。もう1周いけるのか。村田選手はいけそうです。残り5秒。村田が21周入った。小松ワイドゴール。小松選手20周0秒。小泉2ゴール。小泉選手20周0秒。レース終了です。マシンを回収してください。5秒8です。予選最終結果、村田、小松、小泉、諸橋、榎本、新井選手です。はい、こちらのクラスも、全員決勝できます。6分間2回決勝を行います。5時10分決勝1回目を行います。全員決勝です。10分です。はい。
ジャイロがどこのあれがないんじゃないですか。
はい、お待たせしました。それでは決勝レースいきます。立ち位置じゃんけんじゃないや、くじお願いします。まず村田選手からです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田に小松ワイド、小泉に諸中、榎本、新井。次小松選手。6。すげえな。1番。諸橋選手。はい、あと榎本くん。最後が新井くんです。はい、それではコースオープンしています。新井くんは6分間決勝、今回初めてだね、このクラスは。6分間、しかも2回やります。バッテリーって、あ、もうバッテリー交換はなし。さあ、コースレコーダー、クリスマ選手が持つ41周6秒となっています。モラー選手 OK です。
はい。新井くん、諸橋選手 OK です。小泉選手 OK。 小松選手 OK です。榎本くん OK。10.39 13.82。 はい、全社 OK です。それでは並べます。よいしょ、プラクティス終了です。前から村田選手、小松選手、小泉選手、諸橋選手、榎本くん、新井くんです。さあ、6分間立て続け2回、ポイント制で総合順位を決めます。はい、それではスタートします。 A メイン決勝6分間1回目です。レースを開始します。ここで村田選手がファーストテスト、8秒台が出ている、8秒73、まだ8秒台はこの選手だけなんです。さあ、小松選手が、失礼、小泉選手が諸橋選手のすぐ後ろ、これが3番手争いです。さあ、早くもトップ新井君をラップしていった。新井君後ろから2番手きます。45秒経過。はい、新井君うまい。あ、今のうまい。さあ、トップ争い、意外と離されてない印象。村田、小松、その差が1秒です。さあ、小泉選手が3番手に上がってきました。4番手、諸橋、榎本、新井と続く。1分経過。さあ、トップ、ホワイトのカラーリング、村田選手が帰ってきます。9周目に入っていった。現時点でコースレコードペース。2番手小松が 1.6 秒、小泉選手が3秒4で3番手です。さあ、これ村田選手が8秒687、今日の1番時計です。さあ、諸橋選手の4番手の後ろまでトップは来ています。コースレコードペースです。栗島選手のレコードを破ってくるという予想。さあ、小泉選手9秒02、現在3番手、小松選手を3秒差で追っています。榎本君後ろから3番手、小泉選手です。さあ、小松選手が8秒97ベスト、小泉選手が8秒83ベスト。さあ、継続ライン付近1台、はい、OK、クリア。新井君来るよ、3番手。2分経過。さあ、トップは変わらず村田選手、レコードペースを守っています。2番手小松選手が3秒、3番手が小泉選手、諸橋、榎本、新井の順です。さあ、小泉選手は1回ちょっとミスがあったのか、4秒差で小松選手を追っています。新井選手ベスト9秒45。2分30秒経過。さあ、榎本選手は諸橋選手7秒6、現在5番手。さあ、これベストは誰だ。榎本選手9秒34。さあ、まもなく決勝1回目折り返しの3分が見えてきます。さあ、トップの村津選手、この混戦の中コースレコードと1人戦っています。小泉選手の後ろから来るトップ、3番手までラップしようかというところ。さあ、一方小泉選手は小松選手まで3秒9です。3分20秒経過。3分30秒。
小泉さんありがとうございます。さあこれでトップと同一周回は2番手の小松選手、小松選手はここでベスト8秒90、トップまでは4秒5、小泉選手は小松選手まで4秒7です。諸橋、榎本、新井の順、さあ、おどけ4分になる、残り2分、榎本君来ます。お、危なかった。さあ、村田選手はレコードと戦っている、まだマージン若干あるという予想、ただ若干です。さあ、トップが30周目に入ってきました。小泉選手は現在3番手、小松選手まで4秒6、小松選手現在2番手、トップまでは5秒6、残り時間90秒、4分40秒経過。モラさん来ます、トップです。モラ選手は現在4番手、ありがとうございます。さあ、村木選手はしばらくクリアラップが続くか、残り1分です。さあ、村木選手は本当にギリのところで戦っています。レコードと同じ41周6秒、榎本君9秒33ベスト。さあ、一方2番手争い、小松小泉は6秒以上差が開いた模様。5分20秒経過。さあ、決勝1回目が残り30秒、レコードをかけて村田選手、今の最新ラップではレコードを超えるという予想。さあ、ギリです。帰ってくる。39周目、残り2周、小松選手も2番手で逃げ切るか、小泉選手が同一周回 6.5 秒のスピード3番手です。残り10秒、あー、さあ、接触があったか、残り5秒、大時計ここで6分です。村田選手41は6分になりました。小泉選手3番手、榎本5、小松ワインドゴール、小松2番手、新井ゴール、諸中ゴール、諸橋4番手、レース終了です。マシンを回収してください。1周8秒です。さあ、このまま決勝2回目いきます。はい、並べます。プラクティススタート、プラクティス時間はプラクティス終了です。スタート。並び順はさっきと同じ、村田、小松、小泉、諸橋、榎本、新井です。それでは決勝2回目6分間スタートします。レースを開始します。うわ、小泉選手が来ました。すごい、2番手に浮上。村田、小泉、小松、諸橋、そして榎本、新井と続いています。さあ、ここでトップ村田選手がファーストテスト8秒8、小泉選手が0秒9後ろです。新井君ベスト9秒58、小松選手が9秒06、小泉選手が8秒93です。さあ、8秒台マークしているのはトップの2台、村田、小泉です。村田選手が8秒81ベスト、諸橋選手9秒4、榎本君9秒1。さあ、新井君2番手3番手が来てます。50秒経過。さあ、接触してしまった。これで小松選手が2番手浮上か。1分経過。諸橋さんトップ、失礼、諸橋さんの後ろは違った、榎本君だ。榎本君の後ろからトップが来てます。さあ、これベストは諸橋選手9秒34、村田選手が8秒79マークです。さあ、2番手が小松選手、3番手小泉選手が0秒4後ろ、4番手諸橋、榎本、新井と続く。諸橋選手と榎本選手の4番手争い、これが 1.4 秒です。1分30秒経過。さあ、コース上一番近いのは2番手争いです。
小松選手と小泉選手、小泉選手は前に出ましたね。トップまでは2秒4です。さあ小泉選手はまだ総合2番手の、可能性を残しています。このポジションキープで1回目の小松選手のタイムを破ればです。現時点では小泉選手破ってくると予想。さあ小松選手遅れた。一方小松選手は絶対このポジションキープです。4番手に落ちると小泉選手に総合前に行かれてしまいます。さあトップは変わらず村津選手、入ってきた。16周目に入っています。小泉選手が2番手 1.4 秒1秒後ろに3番手小松、4番手諸橋、新井選手は5番手、榎本選手が6番手です。榎本選手2回ミスだった模様。ありがとうございます。さあ小泉対、小松、この2番手争いがコース上一番近いです。1秒。さあ2分50秒経過、まもなく決勝2回目折り返し地点を通過します。トップは変わらず村津選手、20周目からまもなく21に入ります。折り返しです。小泉選手が2番手、ただすぐ後ろに小松選手がいます。なおかつ 小泉選手はもうちょっとペースアップが必要です。このままだと1回目の小松選手のタイムが破れないというところ。諸橋選手ベスト9秒33、現在4番手、新井君ベスト9秒47、現在5番手です。小松選手ベスト8秒92、小泉選手の差を詰めてくる。さあ新井君2番手3番手が間もなくやってきます。はい、ありがとう。今度は榎本君の、いや違う、あれは村田選手か。村田選手はもうこれ全車ラップじゃないのか、失礼。村田選手1回ミスがあったんですね。これで村田、小泉、小松、この間隔が 1.2 秒、3台が 1.2 秒の中に入っている。榎本くんトップきます。ありがとう。続けて2、3してます。ありがとう、うまい。さあ4分15秒経過、トップ3が同一周回です。1秒2の中に入っている。4分30秒残りが90秒です。さあトップ3が40周5秒から6秒のゴール予想。一台こけていた、あれは諸橋選手です。ん、小松選手、ああそうですね、接触あった模様。村田選手がトップ、小泉、小松と続く。さあ小泉選手は1回目の小松選手のタイムは破れないのか。そうなるともう小松選手が順位落ちてくるのに期待するしかない。残り1分です。お、危ない。さあこれ新井選手ベスト9秒44、現在5番手です。残り45秒、小松選手は仕掛ける。2番手争い。さあ一方村田選手は2番手集団で3周以上の差をつけています。1人37周目に入った。残り3周、この選手は40周予想です。さあ緊迫の2番手争いも37周目に入った。残り2周、残り20秒。さあ諸橋さん後ろから 2,3 バトルしながら来ます。残り間もなく50秒。ありがとう、失礼、残り10秒です。さあ時計はここで6分。新井ゴール、小泉2ゴール、小松 Y のゴール、諸中ゴール、諸橋ゴール、あと村田2ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。さあ決勝2回目、村田、小泉、小松、諸橋、新井、榎本の順でした。2番手は小松選手、3番手同ポイントながら小泉選手、4番手諸橋、5番手新井、6番手が榎本選手でした。
はい、それでは写真撮ります。村田、小松、小泉選手表彰台です。村田さん途中で見ちゃったの？Thank you.